温泉沢と露天風呂高間ヶ原温泉は、富山県富山市有峰黒部谷割にある温泉。日田山脈水晶岳のふもとの高間ヶ原湿原の北、黒部川支流、温泉沢沿いの標高、約2100メートルの場所に位置する。山奥であることから徒歩でしか行くことができず、またどの登山口からも距離があるため1日でたどり着く、ことは困難で、通常は、 途中の山小屋で一泊を要する。このようなアクセスの困難さゆえに、日本一東四線と呼ばれることもある。昭和20年代頃まで創業していた、大東鉱山の森部電鉱山がこの付近にあり、そこで働いていた、作業員たちによって発見された。現地に、船室の表示はないが、湯は白濁しており、単純に汚染とされている。 源泉をそのまま注いでいる、露天風呂が沢沿いに三つあり、唐松の湯と呼ばれている。うち一つは、囲いがあり、女性用となっている。山中の温泉であり簡易な脱衣所しかない。高間ヶ原山荘温泉から1トル弱ほどの、ところに山小屋の高間ヶ原山荘があり、温泉もここが管理している。山荘から温泉までは折り二十分程度。帰りは、 上りとなり30分ほどかかる。温泉の入浴量を投入する箱が山荘前に設置されている。山荘は1960年に大東鉱山の作業員宿舎として建てられたものを山小屋に転換したものである。老朽化が進んでいたが2015年に改築された。静かな高間ヶ原に発電機の音は似合わないという。 理由で、照明は一部を除いて、灯油ランプを使っており、登山者からは、ランプの宿として親しまれている。山荘の収容人数は50名で、キャンプ指定地はない。付近一帯は、中部山岳国立公園内であり、指定地以外での爆影は禁止されている。最寄りのキャンプ指定地は、南方の雲の平にある。山荘付近は、湿地帯で、高山植物が多く見られ、 神話のように美しい土地であるとして、高間ヶ原の名が付けられた。それまでは、岩ケ平と呼ばれており、現在も岩オタリア、岩苔、小谷や、岩苔、のっこしなど、付近の地名にその名前が残っている。また、高間ヶ原は、雲の平やその一角にある、祖父岳などともに、立山黒部ジオパークの雲の平ジオサイトに、登録されている。高間ヶ原に至る。 登山道はいくつかあるが、最短ルートは、有リミネリンド線の終点であり西銀座ダイヤモンドコースの起点となる、オ立登山口から出発するコースであり、ここまでは、富山駅から有リミ口駅を経由する、富山地方鉄道の夏山バスが運行されている。オ立から太郎平小屋を経て、薬師沢小屋まで谷を下った後、 雲の平らへ登り返してから再び下っていくコースと、黒部川沿いに作られた、大東振動を経ていくコースに分かれ、高間ヶ原峠で、再び合流して、高間ヶ原山荘に至る。雲の平らを経由するコースの所要時間は折り立から、高間ヶ原まで、約13時間である。大東振動経由の場合は、所要時間は、若干短くなるが、 こちらのコースは河原を歩いたり時には川に入ったりする箇所があり、また黒部川が増水すると水没することもある。2013年には滑落死亡事故も起きている。この他に、和柴岳の北にある割も北分岐から岩苔のっこし、水晶池を経由し岩苔小沢とほぼ並行して、下っていくルート、水晶岳と赤牛岳の中間にある温泉沢の頭から分岐して、 温泉沢沿いに下るルートがあり、校舎は高間ヶ原山荘を経由せず直接温泉に至る。昭和時代中期には高間ヶ原から黒べこ上流部へ続く高間ヶ原振動が存在したが、相次ぐ自然災害によって崩壊し、廃道となっている。ありがとうございます。